日本広島県広島市浅南区八木八木は広島県広島市浅南区の地名1丁目から9丁目までが設置されている郵便番号731-010120年11月30日現在の人口は13,724人八木地区あたり地区は広島市域のほぼ中央に位置しており町の中心に国道54号と JR 西日本河線が南北に走っている。八木山頂目に梅林駅、八木八丁目に上、八木駅がある。山陽自動車道広島インターチェンジに近く、交通アクセスに優れる。南に緑井、東に川内、北に壁、西に朝町が接する。阿武山一級河川を大田川、古川蘇号八木天屋上にあった、蘇号路ゴのマルチキリは、 ヤギ商業地区のシンボルともなっていた。立体駐車場は現在オートザムバイリンの修理工場兼駐車場となっている。古代の容疑王である。935年の和名類受賞首相には洋がと書かれており、平安期以降にヤギと呼ばれるようになった。大昔から極秘とされ伺い知ることのできない絵が対秘伝の歌や曲が当地にあり、 いつの頃からか雨乞いの祈願として使われるようになる。久しく、極秘とされて知る者が少なくなったため、大正6年に80歳以上の老人が、村の若者に教え込み、三つ広八万神社の大祭日である八作に、踊られた。かつて、大田川は、阿武山の麓に管理流れていた。縁起2年の洪水の時、今枝の正事岩倒れで水星川筋が移って、 現在の位置となったと伝えられている。出雲国につながる雲石街道、大田川の水運によって、古くより陸上、水上交通で大きな役割を果たしている。1221年の上級の乱で活躍した香川行系が褒相として、秋国ヤギを与えられ、その子である香川影光が八木城を築城した。その後、 毛利元成によって大田川を守る要塞となった。江戸時代後期の八木村の記録をまとめた八木村旧記所控え町によれば、完成年間である1796年、1828年、1830年、1850年に洪水の被害を受けたことが記されている。明治の廃藩地県で、広島県沼田郡八木村になり、1955年に緑村、 川内村と合併して、朝群、佐藤町が発足。1973年、広島市と合併して、広島市、佐藤町になり、政令市に移行して、広島市浅南区八木となった。近年、トイザラスエディオン山田電機、ユニクロなど、郊外型大型店舗や、ファミリーレストランチェーンなどの商業施設が多数、進出しており、一大商業エリアを形成している。 祖豪ヤギ店もあったが、祖号倒産による民事再生手続きによって閉店した。2014年8月20日、ゲリラ豪雨による土砂災害が発生し、大きな被害を受けた。災害を通じて報道された過去の地名にかかる歴史については、災害伝承と報道の功を参照のこと。ヤギバイリン公園高瀬関古川瀬せ,せらぎ公園、昭和後期頃まで継承台そばに、 大田川遊園地が営業しており、その近くには、広島大学の馬術練習場があった。鉄道バス道路上級3年、上級の乱の選考によって、KK は、秋国八木を、吉影は、秋国山形郡戸谷を賜る。吉影は、兄兄兄の長男である、香川平太影光と共に、一門家のコロトを引き連れ、相模国から、八木山の裾野に太川に突き出したような山へ城を、 気づいた。大田川の守り、要塞となったヤギは繁栄した。秋武田氏の滅亡後、毛利氏一門となり、香川光景が家臣として活躍。毛利水軍の一角も担って、多くの戦に参加して、功績を挙げた。慶長5年、関ヶ原の戦いで敗れた香川氏は、津王国に違法され、ヤギ城は廃城。香川氏は、岩国吉川氏の過労職となる。 そこで、香川正則は、陰徳記を記した。その次男の慶には、遠方元年、千夜として陰徳記の過失、修正を行い、陰徳太平記を出版するなど、売月同王と称する歌人として、慶の特大寺家に、仕えた。その子孫も、代々特大寺家に仕え、著名な歌人を輩出している。香川政慶は、現在も岩国市に残る。 香川課長や門を建て、香川慶明は、文化三年、今ず、室の木を機関宅事業を進め、浅里根の改作と名付け、岩国を海上交通や、物流の拠点とした。また、文人、家人としての家系である香川市らしく、国文学者や家人としても活動。岩国市、不自由の松岩老院には、慶、明の書が残っている。ありがとうございます。